少年カンテラとハイツコール実況プレイ始めていきたいと思います。わすげえ、歌が流れてる。主人公のこの男はもうすごい歌流れてる。うわちょっと怖めの音な、怖めの音楽流れてますね。主人公がなんか死者の魂を運ぶみたいな仕事をしてるらしいですね。なんか1分ぐらいで終わるミニゲームが5回ぐらい遊べたりするみたいなこと書いてあったんで、やってみましょうか。うわちょっと気になるな。でもこの歌怖っ。まあいっか、どうせ最後、あ、ずっとこの BGM でやってくの。あ、音楽ちょっと下げとこっか。でもアンダンテピアチェレって言ってるね。音楽の話なのかな。効果音中とかにしとく。これでいいの、これ×押していいの。始める。あれ何が変わったんだ。ジョーを押すのか。ジョーを押そう。ちょっとグダグダしてるわ最初から俺。死んだ後の魂が一体どこへ向かうのか。現世で生きている人は誰も知らないと思う。ここは現世と死者の世界をつなぐ読み鉄道の終点鏡野。死者の霊魂は列車に揺られてみんなこの終着駅にたどり着く。彼らはこの鏡野を通り道に死者が暮らす黄泉の国へと足を踏み入れることになっている。そしてハイツ鏡野は叔父が建てたしょうもない仮物件だ。しょうもないのか。幻想的だな。幻想的っていうか芸術的っていうかアーティスティックですね。すごいな。友達、この家連れてきたとき、めっちゃ玄関でビビられそうだけど大丈夫かな。ハイツってのはそういうことか。アパートみたいなことなのか。鏡野には死んだ自覚のないものや、現世の未練を断ち切れないもの。魂を誘う職員である極卒から逃げ出したものが潜んでいる。極卒。おじはそういった迷える魂を集めて、彼らに時間を与えているのだという。なるほどね。こういう輩は放っておくと現世に舞い戻って、悪事を働くからだそうだ。僕は今日出かけるおじの代わりにハイツの管理人を任されていた。あ、主人公かな。うわ、すご。カンテラ。まったく僕だって暇じゃないんですけどね。すごいな、おしゃれだね、なんか。管理人の仕事内容は、この物件にはハイツコールのサービスが付帯している。なんだハイツコールって。ハイツってのはアパートの電話みたいな感じってことか。管理人室。ハイツコールが鳴ったら住民の部屋へ急行すること。BGM が壮大だな。ロックだね。住民は気が短いので1分以内に要件を満たすこと。なるほどね。1分以内か。とりあえずやってみればわかるかな。こうしてハイツ鏡野での1日が始まった。うわ、怖っ。なんだ。ああ、すごいな。最初に流れてくるタイプなんだ。すごいな。独特な世界観ですね。ちょっと気になっちゃうよね、 BGM の歌。資料に黄泉の国が追加されました。資料にカンテラが追加されました。やった。画面の操作を説明しますか。あ、お願いします。こんばんは。今宵はお互い頑張りましょう。俺何なの。まず画面の右上にカーソルを運んでみてください。オッケー。右上。あ、早送りセリフ表紙。なるほど。
スキップ、バックログ、ステージ選択へ戻る。ボタンが格納されています。すごっ、格納されてんだ。また、ゲーム中はこのようなコマンドが表示されます。なるほど、会話する部屋から出る説明が終わる。掃除機。なるほど。え、で、何？掃除機を。部屋の住民はいくつかのアイテムを所持しています。このように気になるアイコンを選択してください。会話と同じくイベントが進んだり、住民についての理解が深まるコメントが表示されます。なるほど。会話する。困ったらこのように会話してみてください。イベントが進んだり会話文からヒントが得られたりします。このボタンを押すと本来であれば廊下に出ます。別の住民と話したいときはこのボタンから別の部屋へ移動してください。では画面の説明は終わります。ステージをクリアすると鑑賞モードが解放されるので、まずはクリアを目指してみてください。それではよろしくお願いします。1分間でなんかミニゲームができるらしいんですけど、1分間で解けるのかな僕。あ、出たこの音楽。資料セーブしたいな。先に黄泉の国について知っとこうかな。現世からまず列車で鏡野に行って、門から黄泉行ったり転生したりすんだ。地獄へ連行執行されたりすんだ。黄泉の国アンダーランド、死者は黄泉列車の死者は黄泉鉄道の列車に乗せられて、終点である黄泉の国への通り道である鏡野まで運ばれる。そして門番の手続きによって順番を割り振られ、黄泉の国で思い思いの時間を過ごす。鏡野に隠れる霊魂たちはその順番を与えられることを恐れているのだろう。順番が来ると霊魂は寿命を迎え、新しい命へ塗り替えられて現世へ返される。これを転生と呼ぶ。鏡野には罪人が多く潜んでいるという。罪人は量刑によって順番が繰り上げられ、その順番が過ぎてしまうと極卒によって捕獲され地獄へ連れて行かれる。なるほどね。そして新しい命に転生させるため二度化されてしまう。また逃げ出してしまわないように、これらは授業で習いました。なるほどね。カンテラ、おじの依頼でハイツ鏡野の管理業務を受けようことになった。この国では読み学校へ通って霊魂、現世からやってきた死者と関わる仕事に就くのがいわゆるエリートガイドだけど、僕は同期の中でも成績優秀なので在学中に読み鉄道の見習い職員をさせてもらっている。早く一人前になりたい。ああ、なるほどね。そういうタイプね。 OK。 ちょっと待って、ちょっと待って、本当に音楽いい音楽だけど、あ、これ限界か。これ切りたくないわな。切りたくないけど、ちょっとでかい気すんな。ハイツクール、ハイツクール。2階202号室です。急行してください。はーい。うわ、びっくりした。202号室 ?2 階の真ん中か。ここか。他のところはいじれたりはしないんだね。オッケー、行こう。あれ、オーナー。何このサイコパス感。お前なんでその区内みたいなやつ持ってんの。おじさんなら用事で外出してますよ。僕は、今日は僕が管理業務を代行しています。まあどうでもいいか。ねえ君、隣に住んでるメイコさんって知ってる？あの子にこの手紙渡してほしいんだ。手紙？君のことをいつも壁の穴から見ています。そしていつも考える。君の背中に僕の名前を彫ること。何これ、呪いの手紙じゃん。どうしたんだい。僕の親切心からですけど、こんな怪文書を渡さない方がいいと思いますよ。怪文書、何のこと。とにかくメイコさんから返事をもらってきてよ。いや、お前もう出てった方がいいんじゃない。まあ行ってみますけど、どうなっても責任取りませんからね。よろしく。メイコさん強い人であってくれ。クリア条件、返事を受け取る。なるほどね。どうやって受け取るの。ゲームスタート。 OK。 1分しかないんでしょ。でもなんというか、僕はロマンチストなんだ。ああ、そうなんだ。 OKOK。 何これは。ファッション雑誌だよ。そこまで興味あるわけじゃないけどね。そうなんだ。タバコ、うん、ああ、灰皿だよ。君はタバコ嫌いな。あ、なるほどね。これは彫刻だよ。彫刻とか木工とか趣味でさ、嘘つけ。お前会話してみるか、メイコさんとの。分かった分かった。201号室あまり寄り道しないでくれ。 OK。 じゃあ行ってくるわ。
201号室、彫刻刀でメイコさんの背中に自分の名前を彫るんでしょう。あら、今日は可愛らしい管理人さんやね。あ、メイコさん可愛い、確かに。カップケーキやで。うち、お菓子作るの好きやから。ケーキにお紅茶、今度一緒にお茶会せえへん？あ、しようしよう。あ、包丁危ないから触ったらあかんよ。じゃあ、会話するか。隣の人に手紙を渡すように言われたんですけど。これです。すいません、心中をお察ししますが、お返事もいただけますか？返事ね。ほな、管理人さん、管理人室に殺虫剤あったやろ？あれ貸してもらってもええ？さっき、部屋に大きい雲出てきたな。この間、お返事かけますから。あ、OK。殺虫剤ですね。わかりました。あ、タイムアップ。ちゃんと読んでたらできん。ちゃんと読んでたらできん。いや、めちゃくちゃ早く読めばいいのかな。とりあえず、一応全部は触れとこうかな。で、まあ一応こいつとも会話して、もうここ10秒で出て、管理人室も行かなきゃいけないから、殺虫剤必要なんでしょ？ちょっと待ってね。まあ一応ここら辺の話も全部聞いといて、で、手紙も渡しといて、殺虫剤貸してもらってもいい？ OK。殺虫剤ですね。わかりました。じゃあ殺虫剤取ってきますね。ここまで20秒十分だ。まったく僕だって暇じゃないんですよ。このハイツの資料です。暇な時にでも読みましょうか。電話ですね。たまに間違えて現世にかけちゃうことがあります。あ、怖いね、それ。それは掃除機で、掃除って好きでも嫌いでもないんですよね。じゃあ殺虫剤行くか。持ってこ。じゃあ、速攻届けてやるか。間に合うか、これ。チンタラやってたらやばいな、多分。あ、会話するか。殺虫剤大きいね。ほな、これ渡しといてもらえる？ああ、よかった、クリアした。1分は短いよ。お返事もらってきました。ああ、ありがとう、小さな管理人さん。何これ。逆に呪いの文章みたいなの来たんだけど。死ね死ね死ねみたいなの書いてない？よくわかんねえけど。呪うって。怖っ。いや、お前も怖いけどね。同等に。同じ世界観だよ、二人とも。資料にムツキが追加されました。資料にメイコが追加されました。ステージ1の干渉モードが解放されました。なんだろう、干渉モードって。じゃあ、どんどんやってっか。1分でしょ。まあ、資料は最後にパワって全部読もう。あいつコール、あいつコール。1階101号室です。急行してください。1階？そういえばさっき凄まじい怒鳴り声が聞こえたよな。確かになんかやってる時にね、キャーみたいな。うわ、行きたくない。まあ、101号室行くか。めんどくせえ、つって。うわ、やばそうなやつ現れた。うわぁ。時間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 。時間が過ぎてんだよ。どういうこと？おかしいだろな、おかしいだろ。あ、ちょ、話が見えません。妹の話だ。呼び出した時間に来ないんだよ。いや、もう待てや、ちょっとぐらい。妹だろ。お隣に住んでる妹さんでしたっけ？ごたくはいい。ごたくは言ってない、別に。おい、貴様、今すぐ妹をここへ連れてこい。なんで俺、お前自分で行けよ。女の子を引っ張ってくるのは難しいですけど、声かけるぐらいなら。なんでもいいから早く行け、この薄の炉が。やば！あ、わかりました。短期な住民で絶対この人のことだろうな。オッケー。妹だって隣に住んでんでしょ。すぐ見つかるじゃん、こんな。ああ、まだいたらもうこいつ嫌いだな。時計、俺の命令は絶対だ。もう何なんだ。時計、俺との掟を守れ。もうなんだこいつ。時計、俺との約束。お前もそんだけ俺ばっかだな。もう二言目には俺だな。目を離すとすぐこれだ。どうせ遠くには行ってないだろ。他の奴らは見てねえのかよ。ああ、わからんわからんもん。お前はよくわからん。じゃ、隣行ったりはできない。あ、202。あ、いろいろ行けんだ。201のちょっと可愛い女の子に聞いてみよう。何、雲。うち、虫はちょっと苦手やねん。あ、そうなんだ。みちるちゃん？うん、今日は見てへんな。あ、そうなんだ。ありがとう。ちょっと、危なそうな呪いの男の方行くか。うわ、これどうした？うん、照れ隠しかな。そんなところも可愛いと思うよ。やっていけそうだな、お前。ああ、みちるちゃんね、ここには来てないよ。ああ、ありがとう。じゃあ、隣か。あと19秒しかね、なんとかなるかな。誰だろ、こいつは。何？ごめん、耳聞こえづらくて。あ、そうなんだ。白、鮮烈な白の花。
黒、嫌味な黒の花。赤、従順な赤の花。花でポプリ作ろうと思ってたの、そのための袋。なるほどね。ポプリって何？ミチル、うん、多分だけど下で見たよな。あ、下なんだ。ちょっと待って、あと2秒しかないんだけど、下ってどこ？ま、管理人室いたりする？あ、いた、ミチルちゃん。タイムアップや。いや、1分無理じゃん。1分無理じゃん。もう、こいつと会話するの嫌だから出てくわ。もうすぐ管理人室行ける。ミチルちゃんいる？あー、でもいないんだ。ちゃんと話聞かなきゃいけないのか。オッケー、わかったわ。花とかを見といた方がいいのかな？まあ、会話して。いや、見てないけど、見てないんだ。何それ。上3人全員の話聞かなきゃいけなかったのか、結局じゃあ。あー、そういうことね。3人の話聞いたら、教えてくれたってことか。あ、1階でうろうろしてはりました。ありがとう。頼りになるな。で、ここにいたからさっき。ミチルちゃん。あ、ゲームクリア。あ、じゃあほんとあと1秒ぐらいだったんだ。俺クリアできなかったの。ミチルさんですか？そうやけど、あんた誰？僕は管理人です。今日だけですけど。本来の管理人が出かけてるので。なんだ、それでオーナーおらんのね。お兄さんが呼んでましたよ。うん、わかってる。お兄のこと好きやけど、たまにうるさいなって思うときあるんよね。知っとる？お兄一人じゃ何にもできんくてさ。そうなんだ。料理も洗濯もできんし、靴も履かせてあげとるし。あ、そうなんだ。オーナーはなるべく離れて生活しろって言うけど無理だろうね。手のかかるお兄さんですね。まあね。そろそろ行ってやるか。じゃあね、管理人くん。あいつ、そんな感じなんだ。あ、元糸みちるさんね。よかった。じゃあ3行ってみるか。1分で初見でクリアしたい。はい、スコール。はい、102号室です。休校してください。初めて行く。うん？ミチルさんか。あれから部屋に戻ったのかな？ミチルさんが呼ぶってどういうことなんだろう？どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしたの？なあ、カンタ、どうしたらいいと思う？カンタ？会話の下手くそな兄弟ですね。まず事情を教えてください。お兄に借りた時計壊したっぽい。動かんくなった。時計？あの人時計いっぱい持ってるじゃないですか。お兄、決まった数の時計ないとめっちゃ怒るし、わ、めんどくさいね。怒らせておくっていう方法もありますよ。さすがに僕も時計の修理なんてできないし。いやー、メイコちゃん怖いし、あんまうるさくできんよ。メイコちゃん、そうなんですか。メイコさん優しそうですけどね。それ優しいけどさ、なんか腹の底黒そうやん。え、そうかな。めっちゃ可愛いけどな。カンタ、どっかで時計もらってきてくれん？できたら男もんがいいと思う。わかりました。とりあえず探してみます。このステージ以降、アイテムについて詳しく尋ねるボタンが現れます。アイテムを持ち出したいとき、話題にしたいときなどで選択してみてください。あ、オッケー。時計を調達オッケー。1回でクリアしてやる。絶対に。これ何？なんか踏んだと思ったような床に物を置くのやめとこ。あ、それお兄さんの紙芝居やな。またお兄と遊びに行きたい。詳しく尋ねる。カンタも一緒に遊ぶ？あ、ガリ弁なんやっけ？何ガリ弁って。僕ガリ弁なの。コロコロビーダマ、また公園で遊びたい。やっぱ公園でお兄と遊んだ頃が一番楽しかったな。そうなんだ。ふわふわお人形、またごっこ遊びしたい。お兄がくれた誰かの忘れ物らしいけど、そうなんだ。仲良かったんだね、ちっちゃい頃。シャーボン玉飛んだ、またベランダで遊びたい。オッケー。昔はみんな一軒家でに住んどった。そうなんだ。もう30秒経ってるもん。もしかしたら誰かの時計が余ってるかもしれん。オッケー、分かった分かった。管理人権限で強奪しよう。行け、カンタ。オッケー。分かった。もう、あとね、30秒しかない。まあ、じゃあ、こいつ一番取ってきやすそうだから。お前、彫刻刀か。彫刻刀って何？君、学校で工作とかやらないの？学生だって聞いたけど。そうなんだよな。うん、灰皿だよ。君、タバコ嫌い？鏡のにもタバコってあるんだね。誰が栽培してんだろう。まあ、何でもいい何でもいい。ファッション雑誌でそこまで興味ないけど、あー、終わっちゃった。あれ、この雑誌付録に時計ついてますね。あー、ほんとだね。いる。あ、欲しい欲しい。僕使わないから君にあげる。やったね。よかった、ありがとうございます。ダメだ、ゲームクリアとタイムアップが同時だ。ゲームクリアとタイムアップ同時だったわ。
なるほどね。ちょっと部屋から出るわ、もう。男もんがいいって言ってたから。ちょっと他の部屋も行ってみようかな。詳しく聞けるってのが、ちょっといいわ。これについて聞いてみよう。あー、なんだなんだ。あ、赤い花。赤いバラは安心する。見慣れてるからかな。どうしたの、キザ野郎だな、お前。黒い花、俺には怒ってるように見える。あ、そうなんだ。花はオーナーがくれたんだ。花壇で育ててるんだって。あ、そうなんだ。俺にとって時間はそんな大事じゃないよ。あ、もうこいつ、会話できねえやつかよ。じゃあ、お兄さんとこ行きたいけど、これ、ダメだな。ちゃんと全部探索できんわ。クモについて詳しく聞く。ワンちゃん虫とか苦手ちゃうの？最近は男の子でも苦手や言う人いるはるでしょ。まあ、そっか。最後、干渉モードあるし、干渉モードやるわ。じゃあ、最終パート。お前ちょっと、ファッション出してくれ。欲しい欲しい欲しい。もらうわ。ほらね、さっきもクリアできてたんだわ。ギリギリで。惜しかった。初見クリア目指してんのに。時計ありましたよ、どうぞ。ほんまに、ああ、よかった。今度俺にミチルがデートしたるわ。ああ、ほんと、ありがとう。やった、どこ行く？公園にする？え、お兄さんに怒られそうだからいいです。ありえそう。お兄めっちゃ口うるさいしな。なあ、カンタ、壊したん一緒に謝りに行ってくるの。もう自分で行けや。そうですね。ここまで来たら最後まで面倒見ましょう。カンタ、いいやつ。何そのコメント、頼もしすぎんか。ミチルも面白いな、言葉選び。お兄、あんな、謝りたいことあるんやけど。お兄に借りた時計壊してしもて。カンタが代わりのやつ持ってきてくれたんよ。そうか、それならいい。お前会話できんのかよ、ちゃんと。あれ怒らんの？俺は、お前との約束がなくなるのは怖いだけだ。返しに来たならそれでいい。鬼？ごめんな、もう壊したりせんから。当たり前だ。喧嘩ならなかったみたいだ。こっそり帰ろう。え、なに、あいつ会話できんのかよ。ちゃんとしてるや、ちゃんとしてるやつなんだ。やった、もう干渉するわ。するする。だからもう一刻も早く、クリアすることにする。4。次はどこからだろう。ハイツコール、ハイツコール。2階203です。ああ、キザ野郎のとこね。203。ああ、端っこの部屋の人か。何なんだろう。バラとか欲しいの？花を持ってきて欲しいの？僕に似合う花を持ってきてとか。どうでもいいこと言うけど。なら言うな。レストランとかで呼び鈴鳴らすのを緊張するじゃないですか。今すごくそんな気持ちだな。どうでもいい、本当に。ああ、それは別に仕事なんだからいいですよ。それでどうしたんですか？ああ、聞こえづらいんでしたっけ？近くに寄りますね。今日はどうしたんですか？同居してた恋人がいなくなって。さっきから探してるんだけど近くにいないみたいでさ。恋人？まあうん。同居人なんか資料に書いてたっけ？なんて名前です？花とかなんだろ？オルガ。オルガさんですね。わかりました。ごめん、お願いします、お前。情報が足りないな。まずは聞き込みをしてみよう。お前、恋人なら自分で探せ。さっきまでそこにいた、ほんとか。なんて赤、記憶を華やかにする不思議な色、免罪。黒、胃を混ぜ返す嫌味な色。よくわからん。白、脳髄をつんざく鮮烈な色進行。よく、花言葉？鏡の暗いから一人でいるのは心細い。あ、そうなんだ。探せよ、自分で。いるとしたら、女の子の部屋っぽいよな。まつりさんの同居人、それは知らんけど。あの人たまに一人で喋ってはるな。なんでやろうな。あ、じゃあもう一人なんじゃん、絶対。恋人なんていないんじゃん。あ、資料を見に行けばいいのか。部屋の。オッケー、会話してみよう。いや、そもそも同居とか禁止やし、部屋に他の人間なんかおらんやろ。なるほどね。ミチルもお兄さんと一緒がいいなとか言ってたな。これは管理人室だな、絶対。資料を見ればいいだけだ。このハイツの資料です。うん、やっぱり同居人のことなんて書いてないや。あ、書いてないんだ。じゃあもう同居人なんていないんだ、絶対に。どうする、どうする、どうする、じゃあ。お、同居人いねえよ。お前に同居人なんていねえよ。あー、そうなんだ、ダメだ。初見クリア無理だな。ちゃんとやってんのに。隣と、ああ、おぼろげに聞いたことあるかも。
オーナーが怖がる人がいるからって注意したしてたような。あ、そうなの。ダメだったわ。初見クリア絶対無理だ。初見クリアしたらかっこいいのにな。オッケーオッケー。じゃあちょっとあんま気は進まないけど、まあ、さっきちょっといいやつだったし、1階のお兄さんのとこ行ってみるか。何をうろちょろしてる落ち着きのないやつだな。お前もな。ああ祭り、あいつのことなんざ気にも留めてねえよ。知らん。あ、そうなんだ。そうか、怖いな。え、じゃあどうすんの、どうすんの、どうすんの。同居におらんのだよな。みちるちゃんもなんだかんだお兄ちゃんのこと好きだな。お兄と一緒がいいんだもんね。うん、やっぱ同居人のことなんて書いてないや。今読むべきじゃないのか。まあいいけど。じゃあ結局いないってことなのか。全員から話聞けばいいってことなのかな。一人で喋ってんだから絶対そういうことでしょ。全員に会話して。オーナーが怖がる人って誰なんだろう。結局いなかった。もう一回管理人室か。これ結構わかんねえな、ガチで。ちょっともう一回、あ、なんか叫び声した今。他行ける場所あったりすんのか。あー、全然叫び声じゃねえわ。本当にここにいたのか、お前。え、本当にここにいたの？ちょっと待って待って。もうわからんくなってきたぞ、本当に。もうわからんくなってきた、わからんくなってきた。え、どうする、どうする、どうする。あ、これじゃね？これのことじゃない？もしかして。忘れ物のやつじゃないの？わからん。ヒント見てみようぜ。二つの証言を得た後、関連アイテムについて詳しく尋ねてください。え、今のじゃねえの？二つの証言ってのは多分202号室のこいつの証言と、ムツキの証言が怖がる人がいる。怖がる人がいる。で、会話する。部屋に他の人間なんかおらんやん。で、これで人形じゃねえの？人形怖がる人いるもんな。あ、これじゃねえんだ。他に何か怖が、あ、雲のことか。あ、もしかして雲か。これか。これか。もしかすると。メイコさん、この死骸いただいてもいいですか？え、それは構いませんけど、何に使わはるんですか？使うというか、何というか、とにかく持っていきますね。え、そういうことなんだ。検討もしなかったわ。なんて切り出したらいいんだろう。ああ、見つけてくれたんだね。餌はやらないと。その子はもう。ありがとう。助かった。いえ。死骸に虫をやってる。まだ何か？あ、いえ、もう帰りますね。失礼しました。うん、また。黄泉で死んだ魂は新しい命になって現世に帰るって聞いたな。オルガさんもそうなるんだろうか。なんだなんだ、複雑な気持ちになる展開だな。よし。じゃあ、ラストステージかな、これが。ちょっと難しかったな。もうヒントを見ずに行きたいな。人形と思っちゃったな。201号室、ああ。あれ、メイコさんか。なんだか、もう生き慣れた感じがするな。こんな一日に何回も呼んでくるんだ。まあいいけど、メイコさん一番好きだし。呼び出してごめんな、カンちゃん。カンちゃんって呼ばれてるの。ちょっと乙女の相談があるんよ。それ俺に言うの？俺乙女じゃないんだけど。乙女の？もしや、ついにムツキさんと。は？何言うてはるんですか？ごめんなさい。なんでもないです。あ、ありえないですよね。はい。あのな、うちミチルちゃんと仲良くなりたいんよ。もう、そうやって言えば仲良くなれんじゃない？ミチルさんですか？お茶誘おうって思って近づいたらな、一目散に逃げてしもて。なんでやろうな。ああ、怖がってるとは言わない方がいいよな。あ、そっか。なんか怖いって言ってたな。そもそもみちるさんにはお兄さんという関門がありまして。平常は話しかけるのも難しいと思う。申しますか。
せやね。あの男ほんまに邪魔やわ。今もみちるちゃんとこおるみたいやし。かんちゃん、あの二人ちょっと話してもらえへん？元井さんをどこかの部屋で引き止めてもらうとか。できるかな。とりあえずみちるさんとお話できたらいいんですよね。うん、せやな、お願いできる？チャレンジ精神はあります。あらあら、勇ましいわ。かわいいな。オーケー、任すとけ、俺に。メイコさん。オーケー、オーケー。楽しくお茶会したいだけなんだもんな。とりあえずじゃあ、もう今回絶対これでクリアする。みちるさんと元井さんは生前の出来事について面白おかしく話してる。そうか。あー、そうなんだ。ちょっとなんかじゃあ、なんかしてもらうしかねえんだ。元井くんはこの部屋に。はい、構わなければですけど。別にいいけど、あいつと何話したらいいかわかんないな。メイコさんの可愛いところを語り合うとか、いいじゃんいいじゃん。ああ、いや、そんな嫉妬で狂うから無理だな。正面からぶん殴られそう。まあ、とにかく連れてきますね。あ、ラッキーラッキー。ありがとうな、お前いいやつなのかよ。よかった。談笑中すいません。元井さんにムツキさんから同じがあるようなので。断固として断る。断るんかい。ダメですか。一切合切興味がない。そうですか。言って何の得があるってんだよ。もう、損得で行動考えんな。うわ、ダメだ。じゃあ、こいつは？こいつ、なんかやっぱ時計とか壊した方がいいのかな。何？元井さんここで足止めしてもらいたいんです。やだ。俺あんな妙なやつ嫌いなんだよ。どうしてもダメですか？わかった。じゃあ今回だけいいよ。ありがとうございます。まだ死骸がある。ああ、無理だ。一分無理。けどヒント見ずに行くわ。一分無理だね。一分無理無理。実況をやりながらだったら絶対無理じゃん。めちゃくちゃ早口読んだらいけんのかな。一回ぐらい一分以内に攻略したかったな。で、さっきここまで見たから、まだ死骸がある。虫をあげようとしてる。オッケーオッケー。まあ、とりあえず行ってみて。頼む。ああ、断るんかい。ネクラが映るって。そうですか。行って何の得があるってんだよ。無理なんかい。じゃあどうする？管理人室なんかある？あいつ呼び出せそうなやつ。資料にヒント。ああ、あるんだ。このハイツの資料です。資料にヒント？資料読んでんのに？あれな、違うところにヒントがあったってこと？資料ちゃんと読み込んどけばよかった。101はいけねえんだ。間違えて102入っちゃった。どうする？もしかしてお兄ちゃん好きなのかな？メイコさんのことが。無理なんか、ナイフで何とかする？包丁についてお料理に使うねん。カンちゃんも知ってるだろ。やろう、そうだな。無理やな。どうすりゃいいんだろう。メイコさん、元井さんも一緒にお話しするのはどうでしょう。なるほど。それなら無理に引き剥がさなくてもいいんじゃないですか。多分お菓子があれば来てくると思います。せやね。お菓子好きなんだ。そしたら二人とも呼んでみろわ。やっとクリアした。わけもわからず。メイコちゃんがカップケーキくれるって聞いた。あら、カップケーキに釣られてくるやなんて可愛らしい子やな。元井さんもこういうの好きなん？もらえるものはもらう。気合入ってんな。うわ、がめつい人やわ。鬼は貧乏症やからね。みちるも鏡の来るまではいつもお腹空いとったな。もうひもじいとか思いたくないよな。何？メイコちゃんが作ったお菓子があるってお前も来るんかい？あんたは呼んでへんよ。まあでもみちるちゃん来てくれたし気分がいいわ。むつきさんもお菓子どうぞ。なんだか大人数になっちゃいましたね。一番右のやつも呼んでやろうぜ。たまにはええもんやな。みんなでお話しすんのも。かんちゃんもお茶していかん？勤務中ですので。ほな、まつりさんも呼んできたらええわ。みんなで一緒にいたら部屋行く必要もなくなるやろ？そうですね。まつりさんが来てくれるなら。今日はお言葉に甘えることにします。まつりやったらみちるが連れてくるわ。最近よう話しとるから。ああ、そうなのか。なんでだよ。なんか年下とは喋りやすいんて。だからみちるが話してあげとるんよ。優しい。ハブはかわいそうやからな。俺の許可がなく男に話しかけるのは彼氏か、お前。束縛強めの彼氏かよ。まつりさん人見知りなんだろうな。これで今日の仕事は終わりかな。頼まれた仕事をしていたはずが、いつの間にかお茶会をしていた。
みんなもこうやって集まるのは初めてだからと楽しそうだった。散らかす人もいれば行儀のいい人もいるし、片付けを手伝う人もいれば勝手に違う遊びを始める人もいる。まるで古くからの友人のように僕は輪の中にいた。鏡野に留まる輩なんて嫌な奴らだと思っていたけど、鏡野の夜はまだまだ長い。彼らもいつか退去する日が来るのだろうか。鏡野という終着駅はなんだか寂しいところだ。みんな同じ道を通っていつか新しい命に帰っていく。母の腕に包まれた日々を忘れて、父と遊んだ公園を忘れて、友達の顔も住み慣れた家も大好きな歌も忘れて、次のせいで巡り合う頃には僕も一人前になっているだろうか。こんな面倒事を頼まれないような一人前に。なんだこれ、いい話だな。怖いぞ。よし。でもエンディング何個かあったって書いてなかったっけな。書いてなかったかもしれない。間違いだったかもしれない。これ夜に聞くと怖いタイプの童謡みたいな歌だね。声綺麗ですね。でもこういう歌ってなんで怖く感じるんだろうね。俺だけかな。しかもこんな薄暗い駅のところでさ、流れてたりしたらもう泣いちゃうかもしんないよ。サンキューフォープレイング。いや、こちらこそありがとうございます。美味しそうですね。でもなんか、レーズンみたいなの入ってます。もしかして。チョコチップだったら食べれるんですけど、レーズンだとちょっと食べられないです。エピローグ、シューが解放されまして、やったね。ステージ5の、あ、オッケーオッケー。鑑賞モードね。ありがたい。エンディングとかではなかったです。ステージが5個ありますよってだけでした。それ資料読んで、ステージ5じゃなくてなんだっけ、週見て終わりにしようかな。じゃあ、ムツキ。藤井定ムツキかな。通り魔的な強盗殺人を繰り返し、連続殺人事件として捜査されていたが、ある日、軽トラックで銀行に突っ込み、駆けつけた警官に射殺された。周囲へ金の無心を繰り返していたこともあり、どうやら早急に大金が必要だったらしいことが伺える。あまり身入りのない中堅の芸術家だとか、複数の女性に貢いでいたという噂もある。かき集めていた金はそのためのものだろうか。なるほどね。確かに芸術家っぽい雰囲気はあるわ。メイコさんね。クラスメイトの女学生に毒入りの菓子を配り歩いた少女。そうなの？自室で服毒死しているところを発見された。受験ストレスからの犯行だという者もいるが、すでに専門学校への進学が決まっていたはずだ。優しい両親の下で育った穏やかな彼女がなぜ。同校では他にいじめによる自殺をした女学生も確認されている。はぁ、謎だね。めっちゃとっつきやすいような人なのにね。元井さんだっけ。夕暮れの公園に出没した殺人鬼。殺人鬼なんだお前も。子供に紙芝居を見せていた。妹が紙芝居に夢中になっている子供を殺して二人で食べたという。うわぁ、一番えぐい奴らじゃん。幼い頃に両親が死んで以来、二人っきりで仲良く暮らしていたらしい。兄弟は常に飢えており、残飯を漁るような姿もたびたび目撃されている。死後も都市伝説や怪談話として彼の存在を語る者がいるとか。ああ、そうなんだ。そういうのがあるんだ。じゃあ、みちるさん。真っ赤な飲み屋街に現れた殺人鬼。仕事帰りのサラリーマンを誘惑して、電柱のそばに呼び寄せていた。兄が電柱の階から現れて殺し、二人で金品を分け合っていたという。公園で野宿しているところを襲撃され、二人とも暴行死した。妹をかばった兄の損傷がひどく、少女の泣き叫ぶ声が近隣にまで響いていたようだ。死後その公園は少女の泣き声が聞こえる心霊スポットになった。まあ、兄弟愛だけはすごかったってことなんだ。二人はもう依存し合ってたんだ。
祭りさんだっけ。初恋の少女は夜の浜辺にやってくる。変幻自在の幽霊だ。オルガは雲に化けて遊びに来てくれた。その絵本は親に捨てられてしまったけれど、絵本が捨てられた日から彼は信仰対象を探していたらしい。好きになった女の子が自分のものにならず、感触のまま乱暴したことが原因で彼女は飛び降り死んでしまった。それ以来自責の念に苛まれながら老年まで生きたという。あ、そうなんだ。なんかお前あれやな。ちょっと詳しく一応話聞いてみるか。そっかそっか、こういうのもそうなんだ。なんか設定なんだっけ、資料を見てからだと話も変わってくるね。やっぱ一人一人ゆかりがあるものを持ってたりしたんだ。あー、そうかも、この辺読んだか。じゃあいいや、ここ読んでたわ、クリアしてたわ。あ、でもここ入ってなかったっけ。時計が減ったらどうなるかって。俺はあらゆる秒針の音を聞いてないとイライラするんだよ。あ、そうなんだ。時計、俺との時間を守れ。時間は約束のために必要だ。確かに約束は俺にとっては掟に他ならない。掟は俺の命令により決められる。命令は信頼を示す手段だ。なるほど、まっとうみたいなこと言ってるな。でもタッチュー剤かけられたんだけど、逆に愛かなって。逆に何の逆なんだよ、怖えな。まあ、とりあえず時計もらうか。まあいっか、なんかあんまいっかな、もうこのまま終わりにしても。やっぱここもこういうのもあれなんだろうね、多分妹が大事なだけなんだろうね。妹が他のやつのとこに行ったりするのが嫌なだけで、妹自体は大事に思ってるってことなんだろうね。まあ終わろうかな。